はい、まとめてみました一応。はい、曲が入ってたものに丸をつけていくようにルールをつけました。はい、追加しました。なのでこの読み上げたリストの中から出てくる曲何個かわからないです。ハイスピリッツ、勝手に仕上がれ、がむしゃら行進曲、強く強く強く、わはは、ライフ、目の前の向こうへ、無責任ヒーロー、言ったじゃないか、インフィニティ、バナナジュース、ラブ&キング、バリンタンバリン、ナイナイナイアイラブ、ナイナイアイラブユー、なんとかなるさ、わさび、キングオブ男、振り向くわけにはいかないぜ、前向きスクリーム、元気が出るソング、ドヤ顔人生、ブリュレ、強情に号、ボーイ、イン、エイトポップ、スペアキー、マイストーリー、現代で、一応、予想を立てときます。まあ、当日になってみないとわかんないですが、でももしかしたら北海道でセットリストをアップするしてる人がいるかもしれないので、ちょっとそれは見ずに今回臨みたいと思います。なんか毎回出るんですよね、セットリストっていうの。なんかブログかなんかとかにそういうのを見てると、あー、この曲入ってなかったとか入ってたっていうのが分かっちゃうので、今回は見ずに望みたいと思います。これでこのセットリストを持って望んでいきたいと思います。まあ入ってないでしょうけど、何個入ってるか分かんないですけど、これが聞きたいって思ったのは私が確実に入れているものなので、まあ入ってないかもしれませんが、頑張ってチェックしていきたいと思います。もうなんかチェックするどころじゃないかもしれないですけど、はい、そこはちょっと頑張ってやっていきたいと思います。以上、スミファクトリーでした。関ジャニ∞の東京ドーム公演、元気のれるライブに行ってきた時のセットリストを上げてみたんですが、未公開だったのでこちらで丸をつけて何個当たったかっていうのを編集していきたいと思います。はい、発表します。今回当たったのは30曲歌ったんですが、なんと半分当たりました。はい、ハイスピリッツ、勝手に仕上がれ、がむしゃら行進曲、強く強く強く、ライフ、目の前の向こうへ、無責任ヒーロー、インフィニティ、バナナジュース、ラブ&キング、バリンタウン、なんとかなるさ、わさび、キングオブ男、振り向くわけにはいかないで、前向きスクリーム、元気が出るソング、確か言ったじゃないかも入ってたので、あ、16曲当たってました。というわけで、未公開シーンの公開でした。以上、スミファクトリーでした。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。バイバイ。